世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回はパクリは得意でもパクリを見抜く目はなかったあの国に関する話題をご紹介します。日本に対する技術盗用や知的財産権を守らないことで有名な韓国。他国の様々な文化をパクリ、韓国が起源だと主張する行為は韓国起源説とも呼ばれ、世界で問題となっており、海外の反応も厳しくなってきました。韓国はなぜ他国の文化をパクろうとするのでしょうか。世界で多くの人が韓国人の思考回路が理解できず戸惑っていると思いますが、あるアメリカ人はこの現象を、儒教の影響でオリジナリティに対する概念そのものが違うからと指摘していました。欧米では基本的に最初に発見した人や成し遂げた人が尊敬されます。そのためオリジナリティという社会通念が発達しました。ビジネスモデルやデザインなども最初に考えついた人が利益を上げ、後続する人にもライセンス料のような形で分け前を要求する権利があるという考え方は欧米社会では当たり前のことです。これに対して儒教圏と呼ばれる東アジアでは、弟子が尊敬している師を真似ることは学びの基本であり、同時に敬意の表現でもあると言われています。そのためこれはいいなと思った外国の商品なども悪気なく真似してしまうのではと分析しているのです。かなり好意的な解釈ですが、日本でも弟子が師匠の技を真似たり盗んだりして成長していくという関係性は確かにあります。しかしそこには師匠を超えるため、より良いものを作るためのたゆまない努力や工夫というものが必要不可欠です。一方、韓国企業の行う真似や盗作は自分で考える手間を省き、楽してお金儲けをしたいという認識から来るものがほとんど。それゆえ見た目はそっくりでも内容が師匠を超えることはないのです。例えば韓国にあるスーパーのお菓子コーナーには、日本の人気スナックに酷似した商品がずらりと並んでおり、初めてその光景を見ると、ここは日本？と戸惑ってしまうほど。また2016年には裁判沙汰にまで発展したパクリ商品が発売され、世界中で大きな話題になっていました。問題となっていたのは、強い目線でこちらを見ている女の子など独特の雰囲気がある作品を発表し続けている世界的にも有名な日本の画家、奈良美智氏のイラスト。彼の作品は様々なグッズにあしらわれ、幅広い世代に人気なのですが、そんな奈良氏の描く作品とそっくりのイラストが描かれた商品を日本にも進出している韓国の大手コスメブランド W ラボが発売。パッケージデザインを目にした奈良氏は自身のツイッターに商品の写真を掲載するとともに、この商品は韓国のコスメブランドが発売しているらしいです。あまりにも自分の絵柄に似ているので、この会社に警告文を送りました、と報告していました。奈良氏は小さなコピー商品やお店の看板などに自分の絵が使われていることについては今まで黙認してきたそうです。今回の警告文も相手が改心して商品を取り下げることを期待したものだったそうですが、W ラボは思いもかけない行動に出ました。なんと、著作者は W ラボであり、奈良氏にどうこう言う権利はない、と主張し、逆に奈良氏を提訴したのです。この返事に奈良氏は心底落胆したと、次のように心境を語っていました。似ている似ていないの次元を超えています。しかし、問題はそこではないのです。会社は営利で動いている。そのことについて私も理解しています。私はこのデザインを出したデザイナーと、この商品化を推進した人々に問いかけたいと思っています。奈良氏は道徳やモラル、正しい行為といった倫理観を W ラボは持っているのか問いかけたかったようです。当然、奈良氏は裁判に勝利し、この商品は取り下げられました。ただ、こうしたパクリ商品を
すべての韓国人が受け入れているわけではなく、中には非難を浴びたものもあります。韓国の赤十字社は、献血を行った人に回数に応じて記念品を出しているそうですが、2021年、ある人が記念品でもらったドイツのラミー社の万年筆を修理に出したところ、ラミー社の正規代理店から、偽物のため修理不可との連絡が、赤十字社が確認したところ、納品された万年筆すべてが偽物だったことが判明。正規なルートで記念品の仕入れを行っていない赤十字社と、偽物を納品していた仕入れ先企業は批判の的となったようです。赤十字社のように公共性が高く、大きい組織であっても、どれが本物なのか、そもそも本物があるのかすら判断することが難しい韓国。その韓国が逆に騙されていたことが判明し、以前話題になっていました。2018年、韓国の大手電機メーカーサムスン電子がアメリカのファッションブランドシュプリームとのコラボを発表。ストリート系のデザインが若者に大人気のシュプリームは、これまでも様々な有名ブランドとコラボを行い、いずれも大成功しています。そうした効果を期待し、シュプリームとのコラボを企画したサムスン電子ですが、大々的にコラボ製品の発表を行った直後、なんとアメリカのシュプリーム本社が提携の事実を否定する声明を出したのです。サムスン電子は当然大混乱に陥りました。その後、詳しく確認したところ、サムスンのコラボ相手は、シュプリームイタリアという偽ブランドだったことが判明。また、たちが悪いことに、このシュプリームイタリアは、イタリアやアジア諸国で本物のシュプリーム相手に商標登録訴訟で勝訴したという事実までありました。これは事情を知らなければ騙される可能性は大いにあるということですが、まさか天下のサムスン電子が騙されるとは誰も思っていなかったでしょう。パクリという文化を続けていた韓国がパクリ会社に騙されるという強烈なしっぺ返しを受けたわけですね。これら韓国に出回る偽物やシュプリームイタリアの件について韓国の人々はどのように感じているのでしょうか。韓国から寄せられていたコメントの一部をご紹介します。海外の反応。情けない。なんでシュプリームのアメリカ本社と直接契約しないんだ。今となっては身の回りに偽物がありすぎてわけがわからないね。そうそう、僕は素材を見て長持ちしそうかで判断してるよ。最初から偽物っていう前提でいかないと。そうだよね。私が働いている会社もデザインをパクってるしさ。サムスンや赤十字でさえ引っかかるんだから、一般人に見分けるのは無理だね。逆に本物なんてあるの？奈良先生、うちの国のバカがごめんなさい。逆切れしても裁判所が味方してくれるとでも思ったんだろう。本当に我が国は法律の整備が遅れているよ。パクリは文化だろう？そんなわけあるか。こういう奴がいるから韓国が世界でバカにされるんだ。自慢じゃないけど、韓国はコピー商品だらけで有名だよな。日本で初めておっとっとを見かけた時、なぜ韓国のお菓子が日本にあるのかと思って調べてみたことがある。日本の方が先に発売してたって最初に知った時は衝撃だった。お菓子なんて日本製品だらけ。俺も最初はショックだったけど、今は慣れたし、どれが日本のパクリで何が韓国オリジナルかなんてわからないし、気にならない。日本製品のパクリなんて昔の話でしょう。今では韓国の食文化を見て、日本がどんどん韓国料理を取り入れてる時代ですよ。日本の若い子には流行ってるみたいだけど、所詮一時的な流行りだよ。すぐに飽きられて、次の新しいものに移っていく。日本のお菓子だってアメリカのコピーばかりなのに何を言っているの？お菓子だけの話じゃないよ。
昔はすべて日本から模倣してたと言っても過言ではない。韓国も日本のお菓子をたくさんコピーしてるけど、こっちの方が美味しくてよく作られている。製造技術までは教えてもらってないんだから、これは韓国オリジナルということ。日本はたくさん技術提供をしてくれてるよ。ラーメンもそうだし、おっとっとに関しては正式な提携を受けたと聞いたことある。韓国が日本製品をコピーした方がはるかに多いだろ？自分は親日でも愛国中毒でもないが、正直言って韓国がパクリ大国ってのは事実だと思うね。特に日本のものが多い。だから中国の偽物を捕まされても文句は言いづらいよな。確かに日本の真似をすることはあるけど、日本が韓国にしたことを考えたらそのくらいなんだっていうの？日本人ってほんと心が狭い。戦後の日本は韓国にとっては手の届かない先進国で、日本のものはすべてクオリティが高いと思われていたからね。でも今では韓国が日本の先を行ってる。サムスンは世界のトップだし、音楽もドラマも映画も日本は何一つ世界進出できていない。もう日本の真似をしても得られるものはないだろう。以上が韓国の人々の反応でした。ほとんどの韓国人は韓国はパクリ文化であると自覚していますし、この状況を苦々しく思っている人も多いようですね。次に、製品を盗作されることの多い日本人から寄せられた意見の一部をご紹介します。日本の反応。中国や韓国は無駄にプライド高い人多いけど、パクリばかりしてるとこ見ると、実際にはプライドのかけらもないんだな。国としても人としても恥ずかしいことだよね。手っ取り早く金儲けをしたい。韓国人が海外で日本料理屋に手を出すのもその思考よね。他の国の人は日本料理への敬意があるものだけど、あの国の人にはそれが感じられないし、大嫌いな国の料理で儲けようとする神経が無理。シュプリームは韓国の屋台で大量に販売していて、街を行く人もかなりの割合でシュプリームを身につけてるね。でも韓国にはシュプリームの代理店や販売店はないんだ。韓国にある本物って何？探し出すのが難しい。自分で開発しようという気がないからノーベル賞も取れない。商品価値が理解できないから何でもいいんだろう。韓国では嘘をつくとか偽物を作るとか、どんなに汚い手段を使ったとしても儲けた者が勝者というのがお決まりだし、嘘をついて他人に罪をかぶせる犯罪が日本の4000倍以上あるっていうのも納得。赤十字のような公共性の高い大きな組織が景品購入するのに正規の代理店を使わないって、そっちの方が驚きなんですけど。韓国赤十字が安いバッタモンとすり替えて差額は懐に入れたんじゃね。ブランド正規品でも従業員が偽物とすり替えてそうで怖い。以前韓国のタレントさんが日本のテレビ番組で、エビセンは韓国のお菓子だと言って失笑されていました。歴史も偽物、商品も偽物、あと韓国人は顔も偽物だもんな。日本のアニメも相当やられてるよね。ポケモンがパワーモン、ワンピースはワピース。中国と韓国じゃ歴史が違うからさ、パクリの歴史が。韓国に勝ち目はないよ。音楽もドラマも他国のいい部分だけ盗作して少し改良したものばっかじゃん。以上が日本の人々の反応でした。韓国は他国のものをパクる国という認識が定着しているのがコメントからわかりましたね。韓国でパクリ文化が横行する理由を韓国文化に詳しい日本のある大学教授は、
民族性が大きく関係していると指摘しています。韓国では、元祖以外には価値を見出さないという特殊な価値観が根付いており、そのため完成形に至るまでの途中経過を軽視する傾向が強く、元祖から派生した亜流には価値を見出さない価値観があると言われているのです。また、儒教の国は権威主義のため完全に縦社会で、先代に認められてきた権威あるものが絶対的な地位を持ちます。よって、元祖から派生した亜流は権威がないため受け入れない、広がらないという傾向があり、韓国が日本の文化をパクっては、すべて韓国が起源と言い切る理由は、この権威主義が関係しているのだとか。日本は古代に韓国が建国した国、韓国は日本を作ってあげた、などと上から目線での歴史捏造も日本より優位に立つために当然のことという考えのようです。また、儒教は非常に保守的で新しいものを生み出すことを嫌う文化のため、すでに完成している文化を模倣し自分たちのものにするというやり方が根付いているとの指摘もありました。新しいものを生み出すことを嫌う文化。韓国が革新的な技術を生み出すことができない理由がようやく分かった気がしますね。近年海外では韓国製や中国製の家電製品がシェアを増やしつつありますが、車に関しては依然として日本製が圧倒的人気を誇っており、特に中国では日本車を購入する動きが活発です。反日、抗日という言葉も存在する中で、中国では珍しい現象のように見えますが、その背景にはどういった事情があるのでしょうか。今回は日本車の性能に驚かされる中国人に関する話題を海外の反応と合わせてご紹介します。中国では外国車のほとんどが現地企業との合弁会社を通じて生産販売されています。中国に自動車を輸入しようとした場合、とても高い関税がかかるため、現地で生産するのが一番なのですが、中国国内で外国企業が車を製造販売する場合は、合弁会社を設立しなければならない決まりがあるためです。現在では100以上の自動車メーカーが存在し、中小企業まで含めると数百にも上ると言われており、世界最大の自動車市場を形成。これだけ世界各国のメーカーがひしめき合っているので、中国の車好きの人たちは様々な観点で見比べているようです。中国の大手メディアの一つ新蘭では、日本車、ドイツ車、アメリカ車、それぞれを4つの項目で比較する記事を掲載していました。同じグレードの3台を用意し、30万キロ走行後の状態で検証をスタート。まずはエンジンに関して、各国の車で大きな違いは見られなかったものの、強いて言えば日本車が最も安定していて異音もなかったと高評価。逆にドイツ車は異音はなかったものの、オイル漏れがあり少しマイナス評価。アメリカ車はわずかな異音があり、動力不足やオイル漏れがあった点がマイナスにつながったと指摘していました。続いて乗り心地については、ドイツ車はギアチェンジ時のスムーズさに欠けて異音があり、アメリカ車は加速したいと思ってアクセルを踏んでもエンジン音が大きくなるだけであまり加速しなかったと酷評気味。一方の日本車はまるで新車のようで、街中でも高速道路でもとても快適、ギアチェンジの際もスムーズで素晴らしかったと大絶賛。最も気になるとしていた燃費に関しては、比較したエンジンの排気量がそれぞれ異なるものの、思いもよらぬ違いが出たようで、日本車は 2.4 リッターと3車の中で一番大きな排気量のエンジンにもかかわらず、最も燃費が良かったと高評価。次に良かったのが排気量 1.8 リッターのドイツ車で、最後が排気量2リッターのアメリカ車。日本車以外は排気量が大きいほど燃費が悪くなる一般的な傾向通りの順位だったようです。最後に年数経過した際の価値である残価率も比較していて、これも日本車が最も高く、
次いでドイツ車、アメリカ車の順になったと締めくくっていました。こうして見てみると、すべての項目で日本車が勝っていたことがわかり、この耐久性の高さが中国での日本車人気につながっているのでしょうね。さらに、中国ニュースメディアのジンリーとウテアオでは、日本車と中国車を比較する記事を掲載。記事では、日頃から車に乗り、1年で10万キロ走らせることもあるタクシードライバーに話を聞くと、大多数が共通の意見として、日本車は故障が少なく、消耗品を定期的に交換すれば、大きな修理をする必要がなく、60万キロメートルは走ることができる、と話していたと伝えていました。一方の中国車にも触れており、中国メーカーもタクシー向けの車を製造・販売していて、日本車よりも豪華な内装であることが多いが、走行距離30万キロを超えたあたりから、トランスミッションやエンジンなどの自動車の心臓部といえる重要な部品で不具合が頻発すると紹介。中国車の品質は上がってきていて、新車の時点では日本車に遜色ないとしつつも、走行距離を重ねれば重ねるほど、故障率などの信頼性の点で中国車はまだ一歩及ばないと綴っていました。さらに、ジンリーとウテアオでは、年数を重ねた際の耐久性だけでなく、事故を起こした際の日本車と中国車の違いにも触れており、中国車の安全性については、自国の製品ながら疑問を感じるところがあるとしていました。実際にその不安が顕著に見られるものとして、南米の自動車安全性評価プログラムの衝突実験があります。この衝突実験は、ダミー人形を乗せて、時速64キロのスピードで壁に衝突させるというよく見る実験ではあるのですが、中国の自動車メーカー JAC モータースの新車で行ったところ、エアバッグは開いたものの、衝突の衝撃の強さでダミー人形は見るも無残な姿に。側面からの衝突を実験する様子でも、いとも簡単に側面が打ち砕かれてしまい、この車で事故に遭ったらと考えると絶句してしまう結果。この試験の結果は5つ星で評価されますが、当然の星0の最低評価でした。では、日本車はどうでしょうか？トヨタ、日産、三菱と各社星5つ評価を取っており、低くても星4つ。日本をライバル視しながらも、選ぶ車は日本車という中国の人たちの気持ちもうなずけますね。このような実験結果や、先ほどの中国メディアの記事のように、日本車の性能の良さがたびたび取り上げられることで、中国における日本車人気の後押しになっているようです。この話題について、海外の人々から様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。個人的には最近はメーカーの垣根はなくなってきていると思う。国際的なエンジニアリングや特許を共有して世界中で作られてきているからね。それでも日本車が頭一つ抜けてないか？あれだけ長く乗れる車は他にはないよ。とにかくエンジンの持ちが素晴らしい。俺は1999年もののカローラを60万キロ走り倒して息子に譲ったけど、その後息子も4年間乗り続けていたよ。日本のものづくりの文化は築1000年の木造建築を作るくらいなんだから間違いないだろう。メカニックとしていろいろなメーカーの車に携わってきたけど、ホンダは本当に衝撃だった。彼らの品質は本当に優れていて、全ての部品がフィットし、故障はほとんど見られない。設計上の欠陥による故障が見つかったとしても、彼らはそれを直すことができるんだ。アメリカ人も最初は日本車を鼻で笑っていたのを思い出すよ。今の中国車の力を侮ってはいけない。日本車は燃費はいいけど壊れやすいってイメージだったけど、耐久性も高いんだね。壊れやすく作られてるけど、それは事故に遭った時に乗ってる人を守るためなんだよ。普通に乗ってたら日本車は余裕で親子2台使えるんだ。どこのメーカーでもいい。維持費がかからなくて、とにかく頑丈な車なら、ということでトヨタに乗っている。アメリカでは寿命や耐久性はあまり考えられていない。
日本製品とは対照的に壊れた時に新しいものを買わせることにフォーカスしているんだ。日本は本当に技術を応用するのが得意だよね。アメリカが開発したものをいつも日本が改良してくれる。昔乗ってたメルセデスベンツは本当に特別なフィーリングで大好きだったんだけど、とにかく故障が多すぎた。今はトヨタかレクサス。真冬に乗ってもエンジンが一発でかかるからね。ミニクーパーはかなり楽しかったが、維持や修理には神がかり的に金がかかった。ということで、今は日本車だ。日本車もドイツ車も電気系統の面では互角と見ている。しかし機械工学的な面では日本の方が上だ。乗り心地の良さだけで言うと圧倒的にドイツ車。長く乗ることを考えたら日本車。特にトヨタ車は修理するという前提で作られている。世界中どこに行ってもトヨタ、トヨタ、トヨタ。たまに違う車があると思ったらレクサスだ。フォードはどこに行ったんだ？以上が海外の人々の反応でした。中国では国産のガソリン車の品質は国内でも未だに懐疑的な目で見られています。しかし、中国の全国乗用車市場情報連合会のデータによると、中国車の輸出は250万台を超えて、2020年以降、どんどん数字を伸ばしています。また、ここ数年輸出台数が減少傾向にあるドイツと、わずか6万台の差しかなく、世界第2位は目前となっており、輸出実績トップである日本にはまだ及ばないものの、近い将来、世界の自動車業界を一変させる手強いライバルとなる可能性は大いにあります。すでに中国ブランドは中東や中南米ではシェアを獲得しており、中国で製造され、ヨーロッパで販売されているテスラのほか、中国企業傘下のボルボなどが中心になっています。ここまで大きな飛躍を遂げることができた中国車、その背景には一体何があるのでしょうか。その理由として、中国は新エネルギー車の分野に力を入れているということが挙げられます。中国国内では BYD 車やニオ車などの国産メーカーが新エネルギー車の分野を席巻するという野心を抱え台頭。特に中国の深圳に本社を構える BYD は、著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いるアメリカ投資会社バークシャー・ハサウェイが出資しており、オーストラリアやヨーロッパをはじめとする先進国で電気自動車、通称 EV 車の顧客をすでに取り込んでいます。乗用車の他にも EV バスや EV トラックなどの商用車も含む新エネルギー車を世界70の国と地域、400の都市で展開。 BYD は2021年前年比 220% 増の60万台の新エネルギー車を販売。さらに2022年上半期には前年同期比3倍となる64万台を販売し、新エネルギー車販売台数世界ナンバーワンとなりました。BYD の日本法人として2005年に設立された BYD ジャパンは、日本国内で EV バスや EV フォークリフトなどを中心に事業を展開しており、EV バスシェア率は7割にも上ります。こうした中、日本政府は2035年までに国内新車販売の電動化 100% を実現することを決定しましたが、電動化が急務とされる中で、2021年の EV 車販売実績はわずか 1% にとどまっています。充電設備の不足や走行距離への不安が EV 車購入への高いハードルとなっていることに加え、車両価格の高さにも課題が残ります。一方の BYD 車は、手頃な値段を求める世界中の買い手にとって EV 界のトヨタとなるべく野心を燃やしています。テスラのイーロン・マスク最高経営責任者は、経済アナリストらに対し、テスラ社にとって将来最大の競争相手は中国企業となる公算が大きい。中国初のどこかの企業が次のテスラとなる可能性が最も高いのではないか、と話しており、中国国内での EV 車産業はますます加速していくことが予想されます。世界的な EV シフトを受けて、中国企業は次世代に向け新エネルギー車にすでに舵を切っているのに対し、ガソリン車が好調であるがゆえに、新エネルギー分野では EV 不毛地帯とまで呼ばれ、世界に10年遅れているとも言われている日本。
成長分野への加速を日本政府も一体となって後押ししなくてはいけませんね。2050年のカーボンニュートラル社会の実現に向けて、今後世界の自動車業界は一変していく可能性があります。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。